まずは、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから教えていただきたいんですけど。ちょっと複雑ですけど、はい、やはり LINE のことがあって。そうですね、はい。どのようなあたりが複雑な気持ちですか。まあ、寺崎君も頑張ってますし、脇本さんも頑張ってくれたんですけど、はい、僕だけになってくれたんで、はい、ちょっと難しかったですね、はい。そのレースですけども、まあ、3番手からということでしたが、どのようなあのレースを考えてらっしゃいますか。まあ、僕はとにかく連結外さないように考えたんですけど、若番すぎで外してしまったんで、はい。ただそこから仕掛けるという決断をされたと思いますが、いかがでしょう。どこですか。連結外れて、その前線選手に迂回しちゃった、はい。まあ、そこはもう外しちゃうんで、しっかり追い上げようと思って、はい。あとは優勝を掴み取るという気持ちに切り替えてという。いや、うん、まあ、とにかく脇本さんの動きを見てからって感じで、で実際踏み出してみてっていうのはいかがでした。良かったですね。ただその中優勝という勝ち取りましたけど、いかがですか。はい、嬉しいですね。連覇というのはいかがでしょうか。特には、はい。ただ普段からおっしゃってですね、ダブルグランドスラムという言葉もありましたけど、いかがですか。まあ、そこに一歩近づいたなと思います。この先、まあ2つ取ってグランプリへというところもあるんですけども、この先どういった競争をしていきたいですか。まあ、いつも通り、はい、しっかり頑張ります。優勝おめでとうございます。寺崎選手に突っ張るアドバイスをしたとは思うんですけども、2日目に具体的に、まあ、言える範囲もしあったら。言えないです。言えないですか、それは、はい。ちなみに、まあ、共同が、まあ、全て2着で、まあ、準優勝でしたけども、まあ、ここまでどういった風に取り組んで来られましたでしょうか。まあ、G2 は、ね、調整あんましないんで、まあ、いつも重たく入るんですけど、まあ、G1 なんでしっかり調整はしてきたんで、まあ、それでもちょっと今、季節がすごい変わったんで重たかったなって感じです。まあ、競輪祭をもちろん狙ってると思いますけど、ちょっと近畿勢は少し離れてる大会だと思います。最後に意気込みをお願いします。まあ、しっかりまた応援してもらえ頑張りたいなと思います。